門馬智之2月6日隊は、福島県出身の空手屋、実業家、NPO 法人、極真空手門馬道場の代表、世界総極真所属、総極真空手五段、福島県西白川郡矢吹町出身、16歳より空手を始め、18歳の時に、極真会館福島県支部へ入門、28歳の時、会社設立のため一時的に離れる。 大戦総裁が成就された2年後、34歳で復帰。以後、福島県本部の支部長、本部師範大を経て41歳の時、福島県南支部の師範就任。2004年、42歳で、福島県本部、門馬道場として独立。現在は、福島県内19カ所に700人の門下生を抱え、ワールドカップ型チャンピオン。 岩崎直子を育て上げたほか多数の文下生が各大会で上位入賞を果たしている。2004年7月、東日本極新連合より福島県本部門馬道場の設立を隠居され独立。2008年11月、NPO 法人極新空手門馬道場を設立。2009年4月、連続組手冠水士五段取得。 小野寺克かつみの死去に伴い東日本極進連合解散後2012年11月国際空手道連盟極進会館世界総局進の設立を経て加盟。ありがとうございます。